殴り合いが好きなんで、バチバチに殴り合いたいですね。日賢が怖がらずに殴り合ってくれるなら、30秒もかかんないじゃないですか。病院送りにしてやりますよ。覚悟しとけよ。ブレイキングダウン5オーディションに現れた圧倒的な強者のオーラを放つこの男性、彼の名は飯田正成。オーディションでは元不良や喧嘩自慢も集まるので、煽りから乱闘に発展するのが日常茶飯事なのですが、彼は明らかに異質な存在でした。飯田さんは着席するとすぐに模範か慶之助選手を指名しますが、すでに2人は別の対戦相手が決まっていたため、川島優太か日賢くんのどちらかということになりました。飯田さんはどっちも試合見たことないんでと前置きをしつつ、打撃が得意なやつがいいですね、パンチが強いやつと強気な発言をします。川島優太が俺が強いとアピールしますが、対戦相手は結局日賢くんに決まりました。彼は一体何者なのでしょうか。今回は飯田さんの過去と引退を考えるきっかけとなった騒動、そして試合では見せない裏の顔を見ていきたいと思います。飯田さんについて、まず飯田さんのプロフィールを見ていくと、1986年生まれの36歳、身長178センチ、体重79キロ、岐阜県出身、元暴走族、放流会6代目総長、独身、好きな食べ物、肉と刺身、嫌いな食べ物、トマトとなっています。飯田さんは10代の頃は、岐阜県の暴走族、放流会の6代目総長をしていて、傷害事件を起こし、鑑別所に入っていたこともあるので、生粋のワルだったようです。鑑別所に入ったことがきっかけで暴走族は引退し、飯田さんが20歳になった頃、本格的にボクシングを始めます。その後飯田さんはわずか4ヶ月でプロテストに合格、4年で日本ランカー10位にまで上り詰めます。プロデビューから4戦連続で1ラウンド KO 勝利という成績を収めました。ちなみにこの頃、前田明が主催する総合格闘技大会アウトサイダーのオファーも来ていましたが、結局プロは出られないということで出場することはありませんでした。今では立派な入れ墨が両腕にある飯田さんですが、この頃はまだ入れ墨は入れていませんでした。全てが順風満帆かのように思えましたが、ここで飯田さんは自身のボクシング人生を揺るがす大きな騒動を起こしてしまいます。ある試合で飯田さんが倒れた時のこと。飯田さんはすぐに立ち上がったのですが、レフェリーに完全に止められるということが起こります。審判なのにちゃんと見ていなかったのか、あまりの理不尽さに怒りが収まらなかったのか、飯田さんはレフェリーを突き飛ばし派手に物に当たってしまいます。リングに降りて椅子を投げたり、看板を倒すなど反則行為に出てしまいました。飯田さんの騒動は当時ニュースでも報じられ、この一件でプロライセンス剥奪、出場停止という重い処分を受けます。せっかく今まで数々のものを積み上げてきたのに、レフェリーの納得いかない行動で全て台無しにされてしまった。飯田さんの怒りと落胆は凄まじいものだったと思います。ライセンスを剥奪されたのは23歳の時。この騒動によって引退も考えるようになり、飯田さんは長い長いブランクに入りました。ちなみに入れ墨を入れたのもボクサーを引退した頃。理不尽な結果に怒り、悲しみ、いろいろあったと思いますが、飯田さんはそれすら糧にしてまた別の形でリングに上がることを決意します。鎖骨付近に刻まれた舞台の文字は飯田さんの決意の表れでした。飯田さんが36歳になった頃、今度は独学で YouTube を見てキックボクシングを始め、アマチュアのベルトを取得。
10年以上の表舞台から姿を消していた飯田さんでしたが、今回ブレイキングダウンに出場したことで再び注目されることになりました。飯田さんは、ずっと有名になりたいとかチャンピオンになりたいという思いだけでやってきた。それをやらないと次に進めない。ブレイキングダウンに出たことで夢がまた再スタートしたと語っていました。男泣きした日健くん。飯田さんと日健くんの試合は息を呑むようなものでした。試合が始まると飯田さんはすぐに攻撃しようとはせず、相手の様子を伺います。そこへ日健くんがローキックで仕掛けようとしますが、右左と飯田さんの鋭いパンチが炸裂、すべて日健くんにヒットし、わずか18秒で KO しました。ちなみに日健くんも日本拳法10年、大会出場経験もあり、タイマンには自信があると言っていた選手なので、特別弱かったわけではありません。あまりの実力差を見せつけられた日健くんは、試合の後のインタビューで涙をこらえ、言葉を何度も詰まらせていました。日健くんは試合を振り返り、相手が強すぎたし、俺も弱すぎた。パンチも速いし、重いし、全然見えない。一発目パンチが入った時からダメージがでかすぎて定まらなかった。と語っています。ちなみに飯田さんが昨年6月に、所沢の大佐のあたりなら倒せます。というミット打ちの動画を上げているのですが、確かにパンチが重いし速い。パンチが重すぎてミットを持っている人が苦痛の表情を浮かべるほど。パンチでもキックでも驚くほど体幹がぶれない、圧倒的な実力を持っていたことがわかります。キャラだけ良くても強くなきゃ意味がないんで、応援してくれた皆さんありがとうございました。飯田さんはそう言い残して試合を終えています。驚異のギャップ。試合では強すぎる、隙がないイメージの飯田さんですが、プライベートの顔がギャップがありすぎると SNS 上でも話題になっています。飯田さんは過去一かっこいい。子供と遊んだりお弁当作っている姿がギャップありすぎて好感度爆上がりという声や、雰囲気が昔のマサトという声も、そしてかっこいい、いかつい風貌でキャラ弁、性癖に刺さるなど、男女問わずに飯田さんに心を奪われてしまった人がたくさんいるようです。飯田さんは大の動物好きだそうで、インスタグラムでも自宅で飼っている犬猫を載せています。部屋も男性の部屋とは思えないくらい綺麗です。おしゃれなスイーツの写真も上げられていました。これは知り合いの子供さんにキャラ弁を作った時のものだそうですが、初めてとは思えないクオリティでした。普段料理はほとんどしないと言いつつ、手際もよく丁寧に仕上げていたので、そこもギャップがあります。ちなみに飯田さんはジブリも好きだそうで、経営するジムにもジブリグッズを置いたり、寝る前にジブリを見て寝ることもあるのだそうです。魔女の宅急便とトトロ推しということでした。意外ですよね。試合前のインタビューでは、木下ゆきなさんの熱烈なアプローチにも淡々と対応していた飯田さん。これからもそのギャップと強さをたくさん見せてくれることかと思います。皆さんは試合を見てどんな感想を持たれたでしょうか。